ゃあさっきと同様にマウントからチョークで攻めて相手が来たところを腕を巻き込んで取ってバックに行ってチョークでピンチで、まずチョークで首を攻めたら相手が来るんでそっち側に行って手を外側から取って自分の手で取りますで、ぐーっとプレッシャーかけて後ろに向かせるで、自分の方に乗せてバックにしっかりポジションを作ってぐーっと引っ張ってところをここで手首取ってこっちの手で滑り込ませる。で、あとはグループ決める。